皆さんこんにちは、よしまるでございます。雑談ラジオです。まあ週に1回か2回はやろうと思っているんですけど、今週とか先週はなかなかできなかったかな。なんかバタバタしちゃいまして、でまあ動画に関してはね、なんか星空動画だらけになってしまって、なんだろう、僕だけなんですけどね、なんかこんな残念がってんのは。いや、まあもちろん僕の動画は星空でたくさん見ていただいているんでいいと思うんですけど、この流れで。まあそうですね、最近来てくださった方は分かんないと思うんですけど、僕もともと全然星空じゃなく他のことをやりたいんですよ。例えば Vlog とか、なんか雑談ラジオとかね、こういったまあ話すのが好きなんで、それがなんかね、そのだから YouTuber とかも全然目指してなかったんで、ただなんか星空とか、まあ、メンタル系の番組とか、まあ、ラジオ雑談系とか上げていたら、まあ、星空で多く見ていただくようになって、いつの間にかこういった形になってしまいみたいなね。まあね、いろんな人に見てもらえるのはいいことだと思うので、まあ嬉しいんですけどね、すごくね。ただまあ僕としてはあんましそっち側に流されたくないなというか、まあ基本軸はしっかり持っていたいので、僕はもう自分がやりたいと思ったことしかやらないから、だからガチャも結構引いてると思いきや、僕もともと全然ガチャ引く人じゃないですからね。だからなんでこんなに見てもらっているのかなっていうのが不思議だったんですよ。普通ね、動画で星空っつったらやっぱガチャ動画が一番アクセスいったり伸びるんですけど、僕は最初の大の大冒険のギガストで少し、課金したのが最初とかだったんじゃないかな。ずっと無課金でもともとやってて、ただいろいろといいガチャが出てき始めてから、じゃあ無料で遊ばせてもらっているわけだから、少しやっぱスクエニさんにもね、星空いいコンテンツ作ってもらいたいから、ね、なんか貢献できたらなということで、まあ欲しいっていうのもただ一番のね、理由ではあるんだけど、言ってもね、まあ例えばなんていうのかな、まあ1年に1万とか、まあ少ないですけどぐらいだったら課金してもいいのかなっていう考えで、少しずつはまあお金最近は入れてますけど、言っても全然引いてないでしょ。10連20連とかしか引いてないし、だからガチャ動画は僕あんま出さないんですよ。まあナイトメアとか、なんていうのかな、それまあ成人ガチャでも209連やってるけど、あれずっと貯めてたから別にそこを課金したわけじゃないんですよね。まあ、ナイトメアの やつはそのお正月 あの安く買えるやつは買いましたけどね。1万2、3000円だっけ、それで3万ジムぐらいなもらえたん確かね。まあそんなところで、そんなに僕はガチャは、まあ、引かない人なんで、それにもかかわらず、まあ、見てくれる人が増えていたのはもう別のところ、なんかそのまあ動画の喋りとかね、なんか内容とかで、ね、見ていただけたのはなんか嬉しいなとは思ってます。はい、素直にその辺はね。で最近生配信をいろいろとやってますね。まあこの話も後で触れたいと思います。でそう、他の動画をやる予定だったんですけど、だって年始のイベントだってさ、あのルビス成人黄金竜で、まあ、終わる予定だったんですよ、僕は。よし、じゃあ成人ガチャもアップしたし、じゃあ他の動画でも作るかと思ったら、フィンビルダーズ2コラボとかいきなり始まったり、ガイア装備とか始まって、でナイトメアガチャがいきなり来るわ、ロンダルキアの鍵が密かにね、なんか入ってて、え、何これ意外と面白いじゃんみたいな。まあそれもまたちょっと今動画作っ、つか、ロンダルキアの動画を作っている最中にいきなりナイトメアガチャ来ちゃったんで、まだまだちょっと編集中の動画もあるんですけど、ね、なんか、こう、星空から離れようとすると引き戻されるので、その辺は運命の何かがあるのかもしれないですね。まあ星空で圧倒的に見てくださっている方が多いので、星空動画続くことはいいかなと思ってるんですけど、まあ、ただ言っても間にね、全く全然関係ないコンテンツがポンポン挟むと思いますので、
まあ、その辺はご了承いただければと思います。まあ、興味あれば見てくれればいいし、うん、そんな感じかな。で、そうですね、生配信に関しては僕ここまでやる予定なかったというか、まあ、2019年になったら、まあ、ラジオでね、最初はやりたいって言ってたんだよね。雑談ラジオの生配信。なんですけど、まあ、いろいろとあって、今はまあ、星空から始まってますね。で、昨日で4日連続で一応生配信はしてみました。まあ、なんとなくその、感じは分かってきたというか、ただ、正直言うとね、僕生配信ほんとやめようかなとか思ってたんですよ。まあ、その理由のうちの一つは、納得できなかったんですよね、自分の放送にね。要は、星空って、実はあんまし生配信向きのゲームじゃないと思ってるのね。戦闘とか、普通にそのゲーム自体は面白いからやっているんだけど、なんかさ、ずっと絵が一緒じゃん。部屋に入って、出発して、3連戦してボスと、まあ2連戦してかな。まあ、ボスと戦って、はい、終わりの繰り返しだから、まあ例えばさ、なんか、まあ、よく最近は生配信でも喋ってるんですけど、一緒にあの街を歩いて探索したり、洞窟行ってどっかとかさ、なんていうのかな、じゃあ池があったから釣りやって、どっちがあの誰が一番でかい魚釣れるかなとか、なんかそういったことができないっていうかね、フィールドも歩けないし、なのでずっとなんか周回するだけのゲームなので、それだったら別に僕じゃなくてもできんじゃんみたいなのはずっと思っていたから、多分生配信ってやってこなかったんですよ。ただそこで、まあ雑談ラジオっていう生配信をやりたいっていうのはずっと思っていたから、まあ、せっかくだったらね、あの星ドラもじゃあ生配信で、あのオリジナルの何か遊び方ができたらいいなっていうのは、そう去年の末に考えていたので、何回かテスト配信はしたんですけれども、そうですね、やっぱり周回ってなっちゃって、まあ、ね、来てくれた人は分かるんですけど、2日目か3日目の配信で、2日目かな、例えばスタンプ早押し選手権とか、とどめ選手権とかね、少しやったりしましたし、あと死なない選手権っていうのも実はあるんだけど、いろいろと考えたんですよ、本当に。みんなで気軽にあのレベルの差もなく戦えるというか遊べるゲームだけど、やっぱり納得いかなくて、だったらもう普通に周回した方がいいんじゃないみたいなところに戻っちゃうんだよね。そうなると別に僕じゃなくてもいいっていう形、で、まあ多分生配信って星空されている方もいっぱいいると思うんですけど、やっぱそれぞれの色って大事だと思うのね。ここのチャンネルの生放送来るとやっぱり自分に合ってるわとか、そういった空気感ってあるじゃないですか。まあ例えばすごく柔らかくライトにやるのか、結構魔王級とかがっちりいくのかとか、それとも何か別の、企画とかやってる人もいるのかな。まあガチャ引いてる人もいたりはすると思うんですけど、まあその中で、そうですね、僕はせっかくのゲームだから何か特別なことをしたかったんだけど、なかなかそれが見つけられ、まあ結果も見つけられなかったっていうことですかね。で、まあ、どうしようと考えたときに、まあ、じゃあ周回は周回で、それはそれでよくて、半分星ドラ、半分雑談みたいなね。もう、僕もともとこういったラジオがやりたいので、じゃあそこのやりたいラジオを半分も星ドラのその生放送に突っ込んじゃえばいいじゃないかみたいな。だから気軽に遊びに来て、なんかさ、何気ない話をみんなでして、じゃあまたおやすみなさいで終わるのもいいかなと思ってね、まずはやってみたところ、またこれがね、不思議な星空のささやきというか、なんていうのかな、なんかね、釣られてるんですよね。ピューンと糸が、あの釣り糸が吹っ飛んできて、どっか僕の体に引っかかってピューって引かれちゃうみたいな感じなんだけど、ちょうどね、そのやっぱ1日目やってみて納得あんまりいかなかったんですね。まあ来てくれた人はたくさんいたんで、それはもう十分満足してます。僕はもう一人でも来ればやるって言ってるんで、何回もね、前去年からね、だからあんまし人数はいいんです、どうでも。別に10人だろうが、50人いようが、まあ多ければ多いほどそれは嬉しいは嬉しいけど、別に少なかった
ったからといってじゃあ何かっていうわけでもないんで、とにかく、まあ、1人でも2人でもコメントくれる人がいたら、まあ、やりますよっていうことで、まあ、今はやっているんで、そこは全然気にしてないんですけど、どうもなんていうのかな、そうな、やっぱりなんか集会で楽しいのかな、これじゃあ僕じゃなくてもいいなって思ってたところ、なんかロンダルキアの鍵がありますよみたいなことをコメントとかなんかグルチャの人が言ってて、最初はあそうなのねぐらいで終わってたんですよ。だってどうせまた集会でしょってね、鍵出して集会行って終わるだけでしょって思ってたんですけど、これがさなかなかよくできてるでしょ、7連戦で。割とまあ疲れるけど、ちょっと僕はね長いのはダメなんで、でもはぁと思って、あれこれ何なんだろう。だってまあちょっとロンダルキアに関してはね、ちょっとまた別で動画撮っているんで、というかロンダルキアの動画作ってたらいきなりナイトメアガチャ来ちゃったから、ちょっとそっち止まっちゃってるんですけど、先にもうナイトメア旬だからもう出さないといけなくて、なんだろうね、ロンダルキアの魅力って面白いよね。やってることは普通の集会に、数が増えてってだけなんだけど、まあその辺ちゃんと自分なりに、あ、こういうとこ面白いんだな、みたいな話をまたちょっと動画出しますね。で、ちょうど、このまんま生配信続け、まあ、言ってもまだ初日ですよ。一日やってみて、また明日もやろうかな、どうしようかなと思ってたら、ロンダルキアが結構面白くて、今はそれに助けられてるというか、だからまあ4日連続とかで、まあ今日もこの後もしかしたらやるかもしれないんで、なんだろうな、やめようとすると、星空から離れようとすると引き戻されるんです。ずっとそうだね、今まで。だからなんか、あんのかもしれないですね、不思議なご縁がね。まあそんな感じでございます。生配信に関しては、まあ先ほども言ったように雑談半分、でも気軽にやるんで、星空生配信をしてますよっていう気でやってないです、僕。なんていうの？まあ、昔ちょっとだけやってたことあるんだけども、ツイキャスに近いかもしんない。夜10時、まあ11時頃に、どっちにしろ僕星空起動するから、じゃあついでにみんな誰か遊ぶとか、なんかお話しませんかみたいな。ぐらいの今テンションでできているって感じですかね。まあでもそのぐらいがちょうどいいかなとか思ってるんで、またこれがね、なんか全然違う形で、あ、これでもいいのかなって腑に落ちちゃった部分があるんで、まあ、良ければ遊びに来てください。で、星空に興味ないよという方も半分雑談とかやってるんで、ただ単に話聞いてるだけでもいいかなぐらいでね、思ってます。はい。まあ、そんなところでしょうか。で、ちょっと話変えましょうか。気づけばもう1月も20日だって、もう年明けたと思ったらさ、来週で終わりだよ、1月。早いですね。もうこんなんだったらもうあっという間にもう2020年だろうね。まあ、必ず言うよね。早いよねってね、時間が過ぎるのは。まあ、ちょっとびっくりしてる。結構リアルでびっくりしてる、僕。もう20日なのって思ってね。なんかまだ感覚としては10日とかなんかそんなもんかもしんない。あれこの前年明けたばっかでしょみたいなね。で、まだ正月の雰囲気覚えてる。まあそんな感じか。まあ特に星空やってる人はさ、大きなガチャあったからね。あれこの前じゃなかったっけ正月ガチャみたいな感じしません？不思議なよね。なんか時間の流れってね。で、そうですね。ここ最近はですね、まあ、もちろん仕事ももう始まってるんですけど、あんまし本腰じゃないかな、まだ。どうしても在宅だと、周りで仕事頑張っている姿が見えないので、一緒に仕事してる人がね。だからどうしても自分のエンジンかけるっていうのは、もう本当に、なんていうかな、個々でしっかり管理していかないといけないんですね。ちゃんとやるぞ、みたいなね。じゃないともう遊び放題だからね、在宅って。まあ、その辺のちょっとまだ調節ができていない部分はあるのかなと思っていて、ちょっと怠けモードです。ただ、まあやることは最低限ちゃんと仕事はもちろんやってますよ。なんですけど、若干ちょっと頭がまだ仕事モードじゃないなって言ったところが多いかなと思ってます。で、そうですね。まあハムスターのポルコの動画も
ね、作りたいし、自転車のブロンプトも今もうアップしたいのもあるし、まあ、いろいろと動画はね、間に上げていこうと思ってるんですけど、ちょっとまだ星ドラ動画が続くかなという感じがね、もうイベントだらけなんで、びっくりしても去年ってだってこんな感じじゃなかったと思ったんだよな。なんかもう正月明けてやることないな、イベントまだみたいな感じだったと思うんですけどね。はい。で、あとは婚活ですね。なんかこれに関しても一応ペアーズには登録したんですよ。言ったっけこれ。なんか前回言ったと思うんだけど、そう、あの3ヶ月で今回は一応契約して、もうすでにまだ1週間は経たないんだけど、そろそろ1週間経つのかな、何もやってません。だからなんか、まあ、去年のいろいろな、ね、ことで疲れちゃったんだと思います。ただ何もやらないよりはやっぱり、まあね、サイトにだけでも一応やっといた方がいいかなと思ってね、やってるんですけど、まあ、多分この原因っていうのはどうせあっても、また僕はね、パニック障害の話とかしないといけないから、どうせまたダメなんでしょっていうのはありますね。だから本当だったらね、まあ、こういった YouTube とか、なんか僕のことを知っている人で、なんか、会ってみたいっていう人がね、いてくれるといいんですけれども、なかなかそれもね、難しいっていうのが分かりました。なぜかというと、最近知ったんですけど、なんか YouTube で統計見れるんだよね。で、男女比率って見れるんですけど、僕のところって 4% とかしかいないみたいですよ、女性。あと 96% ぐらいは全員男性なんで、あ、なんだこれは来ないわと。まあ一回多分動画遡ってもらうと分かるんですけど、まあ、ちゃんと理由は説明します。こういう事情がちゃんとありますよって言った上で、YouTube 上でまあちょっと軽いお見合いみたいなね、募集をしてるんですよ。なんだけど、まあ、全く来なくて、まあ予想通りですけどね、もちろん。それは来ないですよ、お見合いなんてね。まあでも、何もやらないよりはっていうね、こうもう言葉に尽きるんですけど。そうそう。で、今ね、結局、でも言ってもね、二人ぐらいにはメール出したんですけど、なんか全然返事返ってこないから。まず第一回目は空振りに全部終わっちゃったかな。うん。まあ、うまくはいっていないかな。ただこちらからも全然いいね残ししてないんで、今日この後少しいいねでもつけてみようかな。はい、そうですね。でもやっぱりどうしてもね、まあうまくいって会うことになってもダメなんじゃないのかなっていう、もう頭なので、あんまり期待はしてないです。うん。まあ言っても、でも去年でもうね、型をつける、もう婚活っていうのはね、予定だったんだけど、ダメだったから、さすがにもうね、僕も37ですよ。あと少しで。ね、38までにはなんかやっとかないと、やっぱり、もうだんだん僕もどんどん年取っていくし、うん。まあ、難しいよね、婚活ってね。だから、やってやるもんじゃないんだよね。やってやるもんってなんだよって話ですけど。まあ通常であれば自然と出会って結婚していくもんだと思ってるんですよね。だって周りみんなそうだもん。なんか職場で会って なんかきっかけって、まあとりあえずなんか付き合ったよねとかさ、こうして婚活して頑張って結婚しようとしてしたっていう人ってほぼいないですよね。まあいたとしても本当にもう何年もやってうまくいかなかったとかが多いかな。だから本来はやっぱり自然とどっか人ってさ、出会ってさ、まあお付き合いしてっていう形なんだと思うんだけど、まあそういう縁に恵まれてこなかったっていうことですよね。うん。あとまあ僕在宅っていうのもあるかも。大体やっぱりね、職場が多いですね。で、なんか仕事関係で会いましたとか、まああとは友達っていうのも、なんかその同僚だかもしれないし、やっぱりなんかこう仕事に出てて、それが結局そういうことに結びついてるっていう人が多いから、やっぱそういうの大事なんだなぁと思ってます。はい。ただなんか今のとこはそういった突破口も見つけられてないかな。地元で何かやろうかって言っても、いろいろゲーム会とかも参加してみたし、まあ地元のマチコンとかも参加してみたんだけど、全くダメだったからね。
なのでもうしゃあないなと思ってます。まあそうですね、あまり力入れすぎちゃっても疲れちゃうだけなんで、ちょっと婚活に関しては進展がありましたらまたご報告したいと思います。一応ペアーズには入ってますけど、まだなんか、まあマッチングとかなんかしていい人が見つかればわかんないんだろうけど、そうですね、ちょっとあんまし肩の力入れないでのんびりやってみようかなと思います。とりあえず3ヶ月間なんでね、1月だから2、3、3月ぐらいになったらどうなったかってわかるかもしれないしね。まあ言ってもやっぱ3人ぐらいと会いたいよね、1ヶ月に1人だとしても。去年のペースで言えば多分5、6人と会ってるペースなんだろうけど、去年はなんかうまくいきすぎたんだろうな、きっとな。はい、そんな感じかな。じゃあまた、雑談ラジオは撮りたいと思いますけれども、まあ良ければ、まあとにかくそうですね、そのメンタル編は聞いてほしいな。最近また地震多いもんね。そうですね。まあパニック障害もいつなるかわかんない部分もありますから、ちょっとあの、はやぶささんは寝たきりの生活でずっと寝たきりで喋っているんで、まあ聞き取りにくい部分もあるかなと思いますけれどもね。ちょっとそういった健康とか、体のことというか病気のコンテンツは役に立つと思っているんで、まあ聞いてほしいかなと思っております。あとは生配信ですね、よければ時間あればあの遊びに来てください。僕としては納得は言ってないんだけど、生配信やること自体は楽しいんで、あのもう本当僕は自分で楽しくなければやんないんで、あの動画アップしてるのも楽しいからやってるだけであって、これが作業とかになっちゃうともうやらないんで普通に。だからあんまりその YouTuber っていうところに依存はしたくないんですよね。だからあのまあそう、登録者とかアクセスっていうのはあまり気にしないでは やるようにはしてます。あのブレないように動画の方向というかね、そんな感じでしょうか。いや、またあのしばらくは星ドラ動画が続くと思いますけれども、間々、まあ、メンタルも月1では何か入れていくし、動画も挟むと思いますので、よければチェックしてみてください。そして生配信やるときにはツイッターでお知らせしてるんで、まあ、よければね、遊びに来ていただけたらと思います。では吉丸でした。さようなら。